BS 漫画やわ。こんばんは。こんばんは。はい、一つの漫画作品を取り上げて、1時間徹底的に語るよ BS 漫画やわ。司会の大月孝弘です。笹見愛です。はい、昨日から始まりました、はい、手塚治虫特集ですけども、はい、今回収録でお届けしております。収録です。今夜第2話ですけどもね、昨日どうでした？昨日ね、なんかこうその人その人の人生を見た感じがします。重い番組になってしまいましたね。もう、はい、というわけで昨日第1話は何やりましたか？はい、ラインナップ紹介しますね。はい、そうですね。はい、まず1949年出版のメトロポリス、うん、そして今夜は1965年に連載が始まったワンダースリー、で、明日第3夜は1973年開始のブラックジャックです。はい、一応手塚さん、前期中期後期という感じで分けてですね、はい、作品につ取り上げてるわけですけども、はい、ゲストの豪華な方をお呼びしております。今日はこちらです。はい、映画監督の林海蔵さん、はい、漫画家の尻上がりことぶきさんです。はい、どうぞ。誇張を合わせてください。どうもいらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人ともこの番組初めてですけども、尻上がりさんは手塚さんとの関わりというのはどんな感じですか？そうです、うちの親父がもう大ファンで、もう3歳頃の、ずっと読んでましたね。でも親の影響で。そうですね、あまり漫画の作風と関わりあるように思えないんですけど。目指してたんですけど、どっか別の方行っちゃいました。違う、でもよく読んでたという。よく読んでます。ワンダースリーの本も、アニメは実は見てなかったんですけれども、はい、もう漫画で見まして、はい、衝撃的でしたね。じゃあ今日はその一つよろしくお願いいたします。お願いします。林監督、どうも。どうも、初めまして。よろしくお願いします。林さんはえらく手塚読みだというふうにお伺いしてるんですけども、うん、そうですね、手塚練習とか300冊ぐらい持ってまして、いろいろ漫画好きですけど、まあ、手塚さんやっぱり原体験としてありますね。あ、やっぱ世代的なものもありますね、僕は結構アニメーションから入りましたけどね。ワンダースリーは、ワンダースリーはアニメーションので、で、まあ、後で漫画も読んで、漫画も見ましたね。なるほどね。じゃあ一つ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあどうぞ。はい、というわけで、さあ、それではレギュラーの皆さんを紹介したいと思います。はい、漫画家の石川純さんです。どうも、こんばんは。俺、ここ何年かはね、はい、CM 出るのが趣味なんだけど。趣味？その前はね、映画に出るのが趣味だったんだよ。ああ、で、実は隣にいる林さんの映画にもちょこちょこ出てたんだよ。みたいですね。また一つ次の映画もできればセリフのある役でよろしくお願いします。ここで営業してますね。ここで営業してますね。よろしくお願いします。はい、お願いします。続いて作家の岡田斗司夫さんです。はい、どうもこんばんは。なんかようやっとワンダースリーですよ、はい、もうやっぱりね、俺の世代の手塚ファンにとってはワンダースリーこそが手塚であって、なんか前半ではメトロポリスというなんか線のぼやけた漫画も書いてたみたいなというぐらい、もう昨日はとにかく、もうとにかく、まあ、ただ単にイントロで今日が本番です。はい、はい、よろしくお願いします。はい、続いて漫画コラムニストの夏目房之助さんです。はい、ここはですね、手塚研究家としては非常に微妙なところで、要するにね、石川さんとか僕はやっぱりね、メトロポリスとかあの線こそが手塚なのよ。で、アトムの初期とかね、アニメになってからね、がっかりして、まあ世代もあるんだよな、結局こっちは思春期ちょっと超えて中学高校だからがっかりしてる。で、そのがっかりしたので喜んでいる人たちがいる。今日はすいません、手塚ファン新旧対決というような。なるほど、いいですね。はい、よろしくお願いします。今日も熱くなりそうです。はい、というわけで作家が来ております。こちらです。はい、こちらです。ワンダースリーです。何が湧いちゃう、わからないです。1965年66年にかけて少年サンデーに連載され、ほぼ並行してテレビアニメも放映されました。手塚さんのメトロポリス以後、ワンダースリーまでのプロフィールとワンダースリーのストーリーについて VTR をご覧ください。はい、どうぞ。手塚治虫は1952年医師国家試験にパスし、24歳で上京。この年連載をスタートした鉄腕アトムを皮切りに、漫画界での本格的な活躍が始まります。50年代は上京前から書き始めていたジャングル大帝のほか、リボンの騎士、ロック冒険記などいくつもの連載を並行して月刊誌の黄金期を築きました。63年元旦、手塚34歳。
国産初のテレビアニメ「鉄腕アトム」が始まり、手塚はアニメ制作に忙殺されるようになります。65年のワンダースリーは週刊誌連載に続いてテレビアニメもスタート。漫画とアニメが同時進行した作品です。ワンダースリーなんだぞ。ヤッコ、ヘナムは？はいはいじゃん。早く乗ってくださいね。1960X年、地球上では水爆実験が続き戦争が絶えなかった。宇宙の彼方、銀河連盟では野蛮な地球のことが大問題になっていた。調査のために腕利きの宇宙パトロールの3人、ワンダースリーが選ばれる。ワンダースリーは地球をわずか3秒で破壊するという恐ろしい汎用子爆弾を持っている。地球に到着したワンダースリーは隊長のボッコがウサギに、注意のプッコはカモに、兵長のノッコは馬に変身。そして3匹、いや3人はある田舎の村に潜入するのだ。着いた早々、ワンダースリーは乱暴だが純真な少年星新一に命を助けられる。新一は曲がったことが大嫌いで周囲と衝突してばかり。ボッコはそんな新一の良き理解者となり、自分たちは宇宙人だと告白するのだった。新一の兄光一は売れない漫画家を名乗りながら、実は秘密情報機関フェニックスの F7 号として超大国英国の陰謀と戦っていた。洋上の秘密基地ユダ島に向かったフェニックス、目的は戦略衛星の実験基地の爆破である。守備よく作戦は成功。しかし光一は秘密警察隊長ランプに捕らえられてしまう。その頃ワンダースリーも問題を抱えていた。ワンダースリーが地球に持ち込んだ恐ろしい威力の汎用子爆弾が英国の手に渡ってしまったのだ。光一を助け汎用子爆弾を取り返すために、ビッグローリーでユダ島に向かう新一とワンダースリー。果たして彼らの運命はいかに。はい、ね、懐かしいですよ。皆さん嬉しそうでしたね、VTR。みんな変だって今言われてますよ、だっておかしいよ、みんな大人としてビデオ見てる間に今のビデオで盛り上がっちゃったもん、ね、もう絶対おかしいかったもん。ウサギがみんなって言わないと、ね、俺違うからね。はい、じゃあ番組進みましょう。はい林さんこれおいくつの時？これね、僕ね、8歳かその辺ですね、9歳とか小学校低学年、ですね。アニメーションからですね、まずね、入って、うん、それと同時にやっぱりあの連載で読んでるっていう時代ですね。白黒でしたよね。白黒でしたね。あのやっぱビッグローリーってね、あのタイヤがやっぱ忘れられなくて、はい、乗り物、ね、そうそう、だからタイヤ見るとみんな子供はね、その中入りたくて入りたくてあれが欲しくて欲しくてね、しょうがなかった。あんな灰皿あったよね。あったタイヤで平たくなったやつね。タイヤ会社の景品であった。やっぱああいうメーカーの楽しみなんかもあったわけですか。ありますね、やっぱあの時計とかね、高一が持ってる時計とかですね、なんか飛び出すやつね、あんな長い草どこに入ってたんだろうな。あ、またそういうだけどあれ007のこの間のやつなんかは全く同じのが出てきますよね。知り上がりさんはこれは最初漫画で読まれた。そうですね、それもあの連載じゃなくて、はい、まずこのね単行本にまとまってから読んだんですけど。いくつぐらいで、小学校も高学年じゃないですかね。ちょっと早さなんか、そうかなって、うん、10歳とかそのくらいです。テレビまさか入んないというような田舎に住んでたとか。その通りですなんか静岡だったんで、はい、あの箱根の山でね止まっちゃうんですよ、電波が。じゃあ番組が来てなかった可能性があるわけ。そうです、アトムは飛んでました。あ、飛んでました。アトム飛んでました。アトムとね、鉄人28号は超えてきて、超えてきて、飛べるやつはいけるね。飛べるやつはいけるね。
これって意外と難関なんだな、ね、難しいんだよ、ビッグローリーでもダメ自転車で越えましたけどね、全然このしか行けないですけど、そういうところで印象としてはどんな感じでした、当時としては。そうですね、僕その頃の怪獣世代で、あ、そっちか、割とあのウルトラ Q とかウルトラマンで単純にバーとかウェーっていうのを、男はアニメじゃなくて怪獣だろう、分かった分かった、うん、そういうあれだったんで、あの結構衝撃的でしたね。なんか難しいじゃないですか、うん、テーマが、うん、人間って滅びた方がいいの、うん、って言われてもどうしようみたいなね、うん、どうしよう、どうしたところにね、そんなね、小学生ですよ、うん、悩むか普通そんなことそれであの作品になっちゃったんですかね、どうしてもそこに行きたくなるんですよね知り合いがそこにするとでもね、あ、僕すっごいおかしいのはさ、うん、そういう話をしながらさ、そのものすごくでかい付箋ね、いやってんだよ、これね、水とか煙ばっかりそっちなんだ、うん、なんだかよくわかんない、エフェクトマニア、ね、なんでなんですかそれ。なんつ、僕らの漫画書き出した頃ってもう手塚さんもバーっているじゃないですか、ええ、そうすると例えば煙描くのにも本物の煙なんて見ないんですよね、はあ、手塚治虫の描く煙を見て煙を描く、もうひな形になってるわけだな、手塚治虫の描く海を見て海を描く、あの庵野秀明いうところのコピー世代、コピー世代、ね、あれですよね、あの宮崎さんに怒られるやつですね宮崎駿先生に、その海じゃないと海の感じはしないでしょうね、しないんでしょうね、逆にそこで育ってるから本物の海見てもらえない、ねね、これなんだとかね、うん、言いませんけどね、そんなことそれ言わないいやでも本当にね、本当そ、やっぱりそうなんだなと思ったんだけど、うん、本当にね、その後の世代、今の若い漫画家ってね、みんな漫画見て漫画覚えるんだよね、そうですね、うん、だから人間がね、人間の形してないとかね、うん、そう、関節の付き合いが変とかさ、顔の造作が変とか、うん、みんな誰かの描いた漫画を見てそれ見て描くから、もともとデフォルメされてるものをまた自己流にデフォルメしちゃうから、うん、どんどん現実の向かい離れていくんだよね、うん、まずその頃から始まっていたのか、ちょっと謎が解けたな、基本の石膏デッサンからやんないとね、そうそうですよね、それが基本のはずなんだけど、コピーのコピーしてっからさ昔からだってそうはそうだよ、だって僕ら子供の頃はだからまさにこれ真似して書いてた漢字みたいなもんだからさ、うん、昨日だって、そうそうそう、昨日だって大林監督だって映画を作る人間だって映画見て映画から真似するんだって言ってたぐらいだから、うんうんうん、この文化ってのはそういう、ただ昔の世代はさ、うん、あの手塚模写して始めても、うん、ある程度書けるようになるとこう視野が広くなって他のもん実際のもんを見て、実際自分が身につけた技術で実際に見たものを書き始めるんだよね、うん、今の世代は案外それはないんだよね、うん、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと関係ない話になっちゃったけど、まあ、それでもおかしいと思わないんでね、また、うん、さあ、じゃあ肯定派岡田さん、ワンダースリーですよこれですよ、どっから当たっていいか、まずとにかくね、はい、まあ、あの昨日も言ったんですけど、僕は手塚治虫も一番評価してるのは SF 作家としての手塚治虫、うん、なので、ね、あの一番最初のですね、このスケールのでかいですね、うん、銀河系の裁判、うん、左に言いますか、確かにスケールは8ページ9ページ、うん、このね8、9ページのこの見開きだけでね、うん、ハリウッドだったら30ページいきますよ本当に引っ張るわけね、引っ張る、うん、だってこれ一番最初地球人がこんな戦争してるっていうところから銀河系のロングでいきなり氷結シーンですよ、うん、で地球破壊派と救え派が、うん、あの対立で同じ表になって拮抗してしまうというシーンでしょ、うん、こんなもんで決められるんだよ、これすごいですよで、そのでこれの解決のためにワンダースリーが呼ばれて1年間観察して汎用子爆弾、うん、汎用子爆弾ってこの頃まだ汎用子のっていう存在なんて物理学でもね、まだ理論的に予測されてるだけで、ああのこの辺 の, あのいわゆる鉄アトムの有名なエネルギーという単語ですよね、にしてもですね、汎用子にしてもですね、なんかこう全部手塚治虫が日本でメジャーにしたこう、うん、あの SF 的というか科学的な単語ですよね、うん、なんかそういうこの SF としてのすごい上質さ、うん、それがねまたね、普通なんかこの銀河連邦の裁判で地球をどうするかというと、うん、次地球へ話持ってきたらね、やっぱり政治的なところへ持っていきたいところなんですよ、うん、川口開示的に。でもね、あくまで日本の郊外の田舎の少年に持ってしまう、うん、このね、ジョーダンテ的な感覚というか、ジョーダンテか、そうだってスピルバーグとかジョーダンテが書こうとしたら、うん、ジョーダンテあのエクスプローラーズとかも全部この世界なんだもん、うん、そういうのをね、はるか昔にちゃんとやってた。でまたうまい、これが、うん、コミュニティから離れないんだよね、うん、コミュニティから離れない、うん、でね、うん、ここから先ね、あのなんだろう、スパイのアクションの中にね、主人公のね、この星新一がうまく入っていかない、うん、うまくそういうふうなことを避けながら2箇所でお話を進めながらね、読者の関心を持っていくこのうまさという、うん、まあ、あの SF ファン的な良さと、うん、もう一つはこの一巻の表紙に全て現れる、うん、
このボッコ隊長飛び降りてます、うん、いやんお尻が見えちゃう尻尾で隠してるっていう、うん、このね幼少時に刷り込まれた何が嫌なんだよいやこのねとんでもない色気っていうのはねやっぱすごいですよ。あのちょうどテレビアニメで悟空の大冒険やってた、やってて、それのカツコっていうのと、うん、この、うん、あの、あの女の子でカツコ、それとねワンダースリーのこのボッコ隊長が、うん、もう子供の頃心わしづかみ、うん、だってこれボッコ隊長がですねまだ宇宙人のこれ宇宙人がウサギになるんですけども、うん、宇宙人の時代の絵例えて言うならばですねこの例えば12ページとかそうそうそう、あ20ページ20ページか、はい、20ページこんな美しい星は初めてよって、こんな宇宙人別に魅力的でも何でもないじゃないですか、ただ単に女ですよ、つまんない、うん、で次につまんないつまんない次にウサギ36ページ、うん、ちょ36ページの下の辺にウサギが怯えて写ってます、うん、ウサギじゃん、ただのウサギですよでもこのウサギとつまんない女が合体するとどうなるか、もうこれですよ39ページの上、うん、アハーンですよで私どうかしらこう動物と似たかしらもうこの自分の見た目を気にする女もうここで女がこうバーンバーンごめんなさいスタジオ中ちょっと引いてるんですけどエタセクサリストってそういうもんなんですよなんか SF 語ってる時はすごいかっこいいと思ったのにいや頑張りましょう違っちゃっていやこれが混在してるのがなんかやっぱすごいところだと思う、うん、だ昨日もちょっと話したんですけども手塚治虫というのはまずグロテスクっていうのをちゃんと書いたっていうようなことと、うん、それとあのなんか、昨日あの夏目さんおっしゃった悲劇っていうのを入れた、うん、そういう大人っぽさみたいなものも入れてるんですけどもなんだろうねやっぱサイエンスフィクション作家としての一流さとあとなんでこんなものを色っぽく描けるんだとだってウサギの方が色っぽいって変ですよ、うんうん、やっぱあの、うん、あの白状しますと私もボッコ隊長まずいっすかなりでしょ、うん、まずいっすあの白石文さんの声まずいっすアニメの声はあったのかウサギウサギの尻だぞいやそう言われたらそうなんですけどいや俺は分かんねえだってそれいや石川さんでも所詮紙の上にインクの染みで書かれたものですよそれを女だから色っぽいとかそういうもんじゃないでしょウサギでも何でもこの曲線が漫画家として君はそこに限界があるんだよいやでも本当にねあのまあボッコはともかくボッコ隊長はともかくね、うん、あの昨日もちょっと言ったけど手塚治虫の特徴ってやっぱりそのまあ、俺はボッコ隊長にはそんなには感じないけど、はいまあ、ある種の人が感じるような、うん、そういう危うさいけない部分ねいけない部分盗作的なものってね、うん、本当にまあ年々薄まってはいくんだけど、うんうん、本当に晩年までずっとあった人だよねその時その時にやっぱみんな感じ取ってるんですよね、うんうん、そのちゃんと敏感な世代が感じ取ってるんだね、うん、だから我々の世代はやっぱそのワンダースリーとさっきの悟空の大冒険の達子ですよ、うんうん、やっぱあるんだそれは言われてやっぱ確かにそうだなと俺も思ったもん手塚論書くときに、うん、結局自己分析になっちゃうわけよ、はい、そうするとさ手塚コンプレックスっていうのがあるわけよで手塚コンプレックス要するにだからエディプスみたいなもんで あの大林さんが兄貴だとすると俺にとっては親じゃない父親なんで林さんひょっとしたらおじいさんかもしれないけどあのそのたんびそのたんびあるんだよね、うん、で僕らはだからこのワンダースリーの線っていうのは流れ速度がありすぎて流れすぎてて、うんうん、あの昔のあの美味しそうな線はどこって思うわけです。ところがあのそこにエロスを感じる人はちゃんと感じるんだよ、ね、でうちの息子なんかそうなわけで、ね、そうでしょ、うん、やっぱねメトロポリスとかねあのなんだろうロストワールドの頃の線って僕から見たらよく色っぽいって言われるんですけどよく分かんないんですよ、うん、でこの整理された頃の線の方がよりアニメーションに近くてすごい気持ちがいい、うん、石川さんがマジック撮ったいや初期の絵ってね、うん、まあ俺たちはそれがいいんだけど見つけてない人にとってはね本当に重い絵なんだよね、うん、それどうしてかというとねまずスピードが遅い、うん、それから、まあ、それと近いんだけど、ね、一本の線に手がかかってるんだよ、うん、あのねちょっと、ハンデさん撮ってほしいんだけどね、はい、来てるあの、そうかな、はい、ね、例えば手を描くとき、まあ、こんな握ってる手を描くときね、うんまあ、こういう手を描くとするじゃない、うん、初期の手塚はね、ここと、ねうん、ここと一つずつ入りと抜きがあったんだよそのポイントポイントで、うん、あの前入りと抜きって前にも説明したことあると思うけど、これだと、まあ、あの入りと抜き分かりにくいけど、つけペン、カブラペンとか G ペンとか丸ペンとかああいうんだとこうギュッこうそーっと入ってギュッと力入れてスッと抜く、うん、この部分が入りでこの部分が抜きな、うんうん、これがタッチになるわけだよね、うん、
あの手塚さんの初期の絵ってね、いちいちこうグッと入れてグッと抜いてグッと入れてグッと抜いてっていうのがね、いちいちあるんだよ。一つの線で強弱があるわけ。あるんで、うん、全体としてパッと見た時にその力がねこっちに伝わってきてすごく重い絵になって、うん、それを思い、それが好きで思い入れを持って読んでる人間にとってはね、それがすっごい魅力なんだよ、うん、で俺たちの世代がだんだん、60年代こう中盤ぐらいになってくるとだんだん、あ、ちょっと手塚が魅力なくなってきちゃったと感じたのは、それがだんだんなくなってくるんだよ。どん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 量産せざるを得なくなって、それからアニメ始めてどんどん時間がなくなって、背景とかがね、うん、どんどん記号化していくんだよね、はあはあ、誰がどのアシスタントが来ても、描けるような記号化していく、うん、でそれ本当にね記号で表してるんだよ、うん、あの前ね、誰だって石坂慶だったかなと話してて、手塚プロは虫プロはどういうふうに指定してたのって言ったら、あのなんか紙があってね、うんうん、ここにいろんな処理が書いてある、まあ、例えばこんな茂みをよく書くようなこんなのがあると、まあ、例えば A とか書いてあって、はい、まあ、周知線があるとこう B とか書いてあって、あ、はい、で手塚さんがこう原稿書いて、はい、人間書いて、はい、こうそれが回ってくると、はい、ここに A とか C とか書いてある。張り込めってことだな。そうすると、うん、そうすると明日のとこれ見て、あ、 A かと思ってここにこういうのを書く。これ誰でも書けるわけ、うん、どんどん記号化していくんだよ。で人間の線もどんどん記号化していって、あのさっきあんなにこういちいち、うん、ための多い入りと抜きがあったよね、はいはいはい、うん、あの量産しなきゃいけなくなったんで、うん、どうしても早く書かなきゃいけないんだよ、うん、あ、それがそのさっきのスピードってことですか。そうするとね、早く書くためには入りと抜きが少ない方がいいんだよ、うん、そうすると同じ手を書いても、ちょっともう一回ハネさん見てほしいんだけど、うん、同じ手を書くんでも入りと抜きは例えば最初と最後だけにしちゃう。あ、うん、これで随分こことこことここにつけたのがだいぶあの減ってきて道中なくなるわけですね。早くなるんだよ、うんうんうん、ここで 0.05 秒ぐらい早いんだよ、うんうん、それ漫画 1本だとさ何時間も何日も違うんだよ、うん、作業時間がね、うん、いちいち入りと抜き入れてるとどんどん丸くなってくるんだけど、入りと抜きが減ると、うん、キューッとこう一つの線になっちゃう、うん、入りと抜きがあるとここで止めた、これで溜めて、ここで溜めてだから、うん、ここに線一本一本ところにこう円があるんだよ、うん、それがシューッと一つながりの早く描ける線になると、そのこう円の部分がね、うん、なくなってきちゃうんだよね、うん、それでね、あのまあ言ってみれば、まあ、手を抜くって言ってしまったらちょっと、違うかもしれないんだけど、簡略化記号化されて、それで俺たちはねちょっと魅力がなくなってきてるんだよ、うん、ただそれはね、うん、アニメみたいな均一な線に近くなってはいるんだよ。そういう意味ではね、だから後のアニメ世代は案外ねこっちの線の方が好きだったりするっていう話を話してて、あの若い人と話してると聞くんで、俺なんかは昔の方が良かったじゃないって言うんだけどね。夏目さんそれでいいですか、さっきの夏目さんそのスピード、まあ、ほぼ近いんですけど、まあ、月刊誌時代的な時間ですよね。だから月1回の本をずっと読むわけ、僕らは。だからそれだけの重さに耐えるわけですよ、うん、だからあの例えば、これ後でやりますけど、はいはい、うん、あの今石川さんが言ったあれなんですけどね、あの手を描くときにこういうふうに丸めるんですよね、うん、こういう丸め方なんですよ、うん、はいはいはい、ね、であのこれってやっぱりこうなんていうの、全部こういう風に内圧がかかるんですよ、はあはあ、書くとき、うん、内圧をかけないと入り抜きはあの、変化つかないんですよ、うん、でこれを早く書くとこういう風になるんですよ、うわ、ね、うん、でこれは角度あるでしょ、でこれ早いんですよ、うん、でこれは昔はあの横山ミステルなんかこの手なんですよ、うん、であの手塚さんこの時期にはこの手になっていて角張ってるのね、うん、でそれまあ、 あのアシスタントが書いたからだよっていう人もいるんだけど、うん、でそれはあの要するにアシスタントにそう書かせて OK なわけで、うんうん、ということは ある意味でこの時期ね、あのアシスタントシステムが完成されるんですよ、うん、週刊誌ってそれがないとできないわけ、うん、だからそういう線にある意味その月刊誌時代の我々から見ると類型的な
あの線に記号的な線になってる。それはもう純粋に生産システムに規定されてるわけですね。そうですね。あとねアニメーションにねあの制作本当に入り出したっていうのも大きいと思いますよ。あのアニメーションのキャラクター設定っていうのはあの石川さんさっきおっしゃったのは入りと抜きありますよね。あれアニメでもあるんですよ。微妙に女の子の表情のクローズアップとか目とかだったら入り抜き書かざるを得ない。で入り抜きはやっぱり指定するんですよ、全部設定書 で、でそれを見て全員が同じようなタッチで合わせるんですよ。多分鉄腕アトムからワンダースリーの頃までずっとアニメやってたら手塚さんもねそのアニメーションの作り方を開発した人だから、その設定資料というのを作って他の人間に一斉に同じ絵を描かせるというの。だからなんかだんだんこっちの方の描いてる漫画の方の絵もとか作画システムもそっちの方に引っ張られてきちゃったのかも分かんないですよね。多分、そうだ、あの要するにフィードバックしちゃうんだよね、あのだって、初期は少なくともあの手塚さんも原画描いてるわけよ、でこっちで原あのアニメの原画を描きこっちで漫画を描いてるわけだから、それはフィードバックするわな。なんか一人の職人で作ってたものがだんだ ん、 なんこうマニファクチャーになってね工業化していくみたいな段階とやっぱ対応してるんですよ、まあ、だから作家から映画監督みたいな形なんでしょうかね。だんだん一人で返してくる。ちょうどライバルというか、まああのまあ、自分とは関係ないところから出てきた斎藤隆夫とかの劇画の一群がどん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 プロダクションシステムを作っていくわけです、自分はもともと作家システムで一人で立ってきた人間が週刊誌だから対応せざるを得ないっていうか、そういうのもあったんでしょうね。というわけでじゃあ、夏目の目の方にお願いいたします。よろしくお願いします。夏目の目です。夏目の目ってどうですか。ですね、これあの、先ほどさっきの話の連続ですね。これ私の本からの引用ですが、ジャングル大帝 の、 あの最初の連載版の顔ってこれなんですね。レオの顔で、これは60年代にアニメ化の頃に書き直されたものです。全然顔違うでしょ。同じ場面です。で何が違うかというと、あのまさにさっき石川さんが言った入り抜きってこれですよ。このそれかこれを揺らいでように書いてるでしょ。それからこの辺ね全部入り抜きがあるんですよ。ですっごく表情あるでしょ、っていうことは情報量が多いので重いんですよ。ところがこっちは流れてるでしょ。これ早いんですよ書くの。で全体の印象を言えばこっちはこれライオンじゃないです。子供のただの男の子の顔、こっちはちゃんとライオン。つまりそれだけ違うんですよ。それ難しいよ、ね。でそれあのそういう違いがあるっていうことですね。それであのなぜそういう違いがそのワンダースリーのあたりで起きたかっていうと、あのやっぱり時代の変化で、これ アニメの連動企画ですよね。あのアニメをワンダースリーのアニメを虫プロがやるということで、書いてると。でそういう背景があって、しかもこれね、あの最初少年マガジンに連載されて、であのちょっと盗作問題があって、まあ真相は藪の中なんだけども、手塚さんが怒ってマガジンを引き上げてサンデーに行っちゃうんです。でこの結果、あのマガジンは劇画路線に最終的に行って、66年から巨人の星が始まって、100万部雑誌を達成する。つまり1960年代後半の戦後漫画の下克上のきっかけを作ったのがワンダースリーでもあるっていうことが一つあるんですね。でそういう時代の背景から見るとですね、この変化ってのはそういうのがある程度僕ら分かるわけよ。そのはもうあのティーンだからさ。でそうやって見てたんですね。それで例えばですね、これちょっとちらっと見せませんか。図のに、さっき手の話、これはもう見せるだけでいいですね、はい、要するに何さっき言いたかったのはこの手とこの手の違いですね、はあ、でこれまあ見ると分かると思いますけど、アトムでもアニメ化された時あとのアトムとやっぱり手が違うんですね。で、つまりこれはあの月刊誌から週刊誌というメディアに変わっていったというのが背景にあって、で、67年ぐらいからもその週刊誌でも青年劇画、という青年劇画雑誌というのが出てくるわけですよね。で年齢層が上がっていくと、でその辺の1965年の連載ってちょうど際なんですよね。まだワンダースリーをマガジンが欲しがる程度には手塚は作家として非常にバリューがあったんですね、でだけどももうそろそろ古くなりかけたんです。つまり我々の世代はもうこれなんか違うぞと思ってるわけだから、読者が。でそこで手塚さんっていうのはいろいろこう取り入れるわけだ、で例えばその手塚式劇画風味というの図の4に、いきます、図の4のあたり、
これあの、要するにですね、この頃このちょっと前に007が流行るんですよね、その映画の、はいはいはい、だからこの前年に、秘密探偵 JA とか斎藤隆夫が書いてる007があったんですね、ボーイズライフで、それの影響をおそらく受けてスパイものを書いていて、アストンマーティンなんか使ったその映画の影響でこう、車が出てくるんだよね。で車が秘密兵器をあの搭載してる。しかしながら、ここであの敵の車の上にずしっと乗っちゃう。この辺がちょっとあの月刊誌的な口頭向けが残ってるんですね。だけどこういう線をたくさん入れて流線をたくさん入れるっていうのはこの時期から手塚さんが始めることです。それからこれはねもうちょっとどこだっけな、あの、銃弾が、あれだ、ガラスに当たってますね、ええ、このあたりの表現もおそらくあのそういうスパイアクション映画から、来てるもんだと思います。それから図の5に行きましょう。アクションのシーンです。一課の28ページですが、この辺ですね、さっきから出てますけど、これこの秘密兵器もおそらくそのジェームスボンドが開発された秘密兵器を使うという設定から来ていますね。でただまあ一生懸命手塚さん流にやっていて、こういう流線とかですね、かなり手塚さん流に劇画的な、あるいはリアルな、ものにしてるんだけども、この当時の僕ら、もうすでに劇画の洗礼を受けていた僕らの世代からすると、ちょっと苦しいなという印象だったです。でそれからもう一つ図6の一課の105ページですけど、この秘密基地も手塚さんのつもりではこれ007なんですね。でこの人は M っていうのは007 の上司なんですね。なんだけどでここにあの世界地図があると。だけどこの機械なんかはもうこれ月刊誌時代の機械なんですよ。メーターとかね。だからやっぱりその辺分かっちゃって、とにかく漫画好きだとその辺まで分かっちゃうんで、どうしてもその辺でちょっとしらけるという我々の世代ではね、あったんですね。ただ、にもかかわらずやっぱりその基本的な手塚的なモチーフってのがあって、図の8、これさっきから出てますけど変身のシーンですね。図の8、一課の38ページで、ちょうどこれ変身するシーンですよね。ちょうどこのシーンが手塚なんですよ。要するに何かであったものが何か違うものになる瞬間っていうのがこの人が一番エロスを感じさせる部分で、こういうところでやっぱりこの時代でも線が生々しさが残っているっていうことですね。でこの人は本当にそういうその中間的な存在にエロスを感じる人だし、そのことは自分でも自覚してたんですね。でこれはミッチーもそうだし、アトムもそうですね。でそれとですね、図の10に行きます と、そういうところで生じる心理ですね。図の10、2巻の189ページですか。このボッコ隊長の泣くシーンがありますよね。これこの辺りのこの分かりますか、さっきのレオのような眉がまだ残っているんですよ。でこういう変にこう曲がった眉っていうの手塚さんが作ったもんで、その悲しみみたいのをこういうの描かれるとやっぱりね、非常に読者っていうのは引き入れられるんですね。これが内面的な効果になるわけですね。でそれから図の11、これは漫画的な遊びですが、この人は基本的に非常に緊迫したシーンになると遊びたくなってしまうというひょうたん継ぎ的な体質を持っていて、ここでこれスパイダーっていうお迎えでゴンスなんですが、これを飛ばしたりですね、非常に緊迫した場面なんです。この次行きますと自分のキャラクターがね飛んでたり、これでアトムのあれですが、でこれはですね1965年の時点で言いますと、すでに歌詞音劇が青年化した漫画を喜んで読んでいた、15歳の僕としてはすで、にしらけたという、だけど、まあ、子供たちは これでもよかったっていうことなんだと思います。でそれとやっぱり図の12になりますが、この最初に出てくる破滅テーマそのものがこれやっぱりもう手塚さんなんですよ。で我々はその当時、まあ、かなり類型化して自己模倣に近いなというふうには思ってましたけれども、しかしこの物語の大きさっていうのはさっき岡田さんも言ったようにその地球の外ですよね。銀河系っていう大きさから地球を見て、その地球の中の人間のドラマを見て、お互いに相対化していくっていうその構造の大きさ、そういう世界観の大きさっていうのは
やっぱり基本的にこの人は最初に作ったのが大きかったから、この作品でもやっぱりその点ではなんて言うんだろう、ずば抜けてると思いますね、構造としてはね、そんなところです。はい、ありがとうございます。知り上がりさんはやっぱその手塚のその絵の変化ってのはやっぱ気づいてらっしゃいました、読者として。そうですね、気づいてましたけどぼーっと見てたんですよね、ぼっと、うん、そうすると大まかに言ってその子供っぽい漫画からこう大人っぽい漫画にだんだん動いていってるなと。それは分かってた、うん、なんとなく劇画的なものを取り入れてね、はい、ということは僕はその変わったのはすごい良かったんじゃないかと思うんですけど、はい、いつでもセンターにあるためには人は変わらないといけないですよね。なるほど、うん、要するに世の中劇画とかそういうものが増えてきたら、いつまでもそこにいたら子供漫画のままになっちゃう、うん、そういう意味で何て言うんだろう、例えば藤子不二雄なんていうのは、うん、言ってみれば子供漫画ですよね、はい、だからそれを抜け出していったとこにやっぱ手塚治虫の凄さがあると思うんですよ、うん、ただ一方でいつでも真ん中にいすぎるから、真ん中にいすぎるから僕にとってニュートラルすぎて癖がないんですよね。もっと変なくどい味が欲しいとかいうことになるとこう、ガロとかね変な風についちゃうんですけどこういう絵になるわけですよ。林さんいかがですか、そのくどさみたいな今話出ましたけど、ニュートラルだっていうふうに白井さんおっしゃいましたけど、まあ、そう思いますね、うん、ただあと手塚ってやっぱりねそのすごい明るい漫画なんですけど、ものすごい暗いとこがあるんですよね、うん、常に、なんかこう異形のものが好きだし、でそのスイッチがねいつも入れ替わって、うん、で明るいラインをずっとやってて、うん、飽きてくると黒い手塚が出てくるんですよね、黒手塚、そう黒手塚がでこれワンダースリーもねよく読むとなんか変な話ですよね、うん、これなんでこのウサギでカモでね、うん、でそれは馬でって自分まだ意識してないと思うんですよ、うん、この頃は、うん、その黒手塚の存在を、ね、うん、それをまあ少年っぽくねこうやっていくわけですよね、うん、で子供もなんかその異形のものって好きですよね、うん、でこの後期からこの後からですねだんだん黒手塚がこう、うん、発見し始めてですね、最後の方はね黒手塚一辺になっていくような気がするんですよね、自覚してくると、そうそう、白戸さんがなんか多分3人いるとかいう噂がありますけど、手塚さんはだから2人いたんじゃないですかね、そうスイッチの切り替えがすごい激しい、ジギルとハイドみたいな、一人藤子不二雄とか、そうそう怖いな多分気づかなくて発見してったというよりも気づいてはいたけど、うん、それを自分の仕事にはっきり使っていくようになったかどうかってことじゃないか、そうかもしれないですね、うん、多分そうですよね、この人インテリなんで、割と自己分析して自分のテーマをね知ってるんですよね、でだけどその媒体自体がそのちょうどワンダースリーの後に青年誌が出てくるから、うん、そっちでじゃあ黒手塚やろうと、それで、ね、少年誌では白手塚やろうっていうSF マガジンで漫画描いた時に超人体系というのを描いたんですが、ここはもうセーブしなくていいから、もう端から端まで真っ黒手塚で、本当にねなんかグロかった、グロいっていうか、だから当時青年誌みたいなの出てきたじゃないですか、うん、で手塚さんがその、まあ、青年向けの4コマじゃないけどちょっと軽いもの描いて、うん、僕あれが好きでね、うん、それもちょっと黒手塚っぽいとか出てくるんですよね、うんうん、モチーフとしてね、あとやっぱ手塚さんの面白さっていうのは、さっき白井上がりさんもおっしゃってたもうセンターにいようという根性ですよね、うんうんうん、ワンダースリーがねこのテレビアニメでオンエアされた時に、うん、第1話がオンエアされた時ってね確かウルトラQとほとんど同時だったんですよ、はいはい、で手塚さんがさあ俺の息子は見てるかと思って、うん、手塚誠さんです、うん、見てるかと思って見てるテレビ見たらそしたらウルトラQを見てる奥さんが気を使ってダメパパの番組見なくちゃって言ったら、うん、手塚さんはいや子供の見たい方を見せるんだって言って悔しそうに歯を食いしばったっていうねいいエピソードがあって、やっぱいい話だな、そうだからそこまでやって掲載誌を変えてやったそのワンダースリーのそのアニメにしてもやっぱその怪獣の人に負けてしまうと、うん、で負けたらどうするのかというと次はこの人マグマ大使考えるわけですよね、うん、つまり自分の漫画からスピンアウトして特撮ものになるものを考える、うん、こういうなんかね負けてなるものか最新の流行を取り入れるぜっていう根性すごいですよね、うん、70年代の後半で未知との遭遇がほら日本で映画が大ヒットした時に、うん、はい、この人ね未知との遭遇がね公開のほとんど同時に未来人カオスっていうのを書いてるんですよ、うん、で連載第1回目の扉絵のページのカラーが全く未知との遭遇の円盤そのものを書いちゃってるんですよ、だから多分試写会で見たからもそれで書くんですけども、まあいい意味で言えば本当に影響とにかく売れるものの影響を受けることを恐れないし、悪い意味で言えばとにかくこんなに線がしょっちゅう変えられてはファンとしてもついていきようがないっていうぐらい変わりながらもとにかく真ん中にいようっていう意識すごい強いですよね。手塚さんもとにかくさその真ん中にいたいっていうのは強かったよね、うん、真ん中にいたいっていうのもそうだし、それから
自分を全て見ていたいっていうのが強くて、うん、あの新人の漫画とかって本当に読んでたの、うん、俺デビューしてね3、4年ぐらいの時にね、うん、手塚さんから突然電話かかってきたんだよ。夜仕事してたら電話かかってきて手塚ですって言われて編集を見てる話だから何度か電話かかってきたんだけど、最初はね、うん、なんか知り合いコンベンションやるんで参加してくれって話だったんだけどね、うんうん、であのどうって言うか、いや行きます行きますって言って、うん、コンベンション行って、そしたら主催者にね、あの石川氏、うん、なんとか氏って言うんだよね、うん、石川氏もう若い人の間もう神様みたいな存在だからってね、神様に神様って言われたらね、ちょっといたたまれないよねいやでその時にね、石川氏が夕刻面白かったなって言われて、夕刻読んでた、読んでんのかこの親父はと思ってね、本当だよ、いやびっくりしたよ。俺がだから、まだ会社員だった頃かな、20代半ばぐらいにお会いした時に、まだ本当に俺なんかカットに近いものしか書いてないのに知ってるんだもん、うんうん、恐ろしいよ、うん、やっぱそれリサーチとか、ね、神の目はごまかせないみたいなそれはなんか漫画好きっていうのもあるけども、絶対にこの漫画俺に描けるかどうかっていうのを測ってますよね。そうそうそうだ、ね、そうなんだ、必ずそうなんだ、俺にできるかっていう、ね、こいつには負けないって意識がすごい強いんだよ、ね、あのさっき明日の話とまた多分連動してくると思うんだけど、手塚治虫が多分劇画を生み出したんだよね、うん、あの前斎、藤隆夫とかあ と,、佐藤正明とかの自伝とか読んでるとね、はい、手塚治虫では描けないものが描けない世界がこの世にはあるんじゃないかというところから劇が始まったと、斎、うんうん、藤隆夫だったかな確か言ってるんだよ、辰巳さんかもしれないな、うんうん、あの手塚治虫のあの丸い線では、まあ、とりあえず線って言ってたけど、うん、それはつまり線だけじゃなくて、うん、手塚治虫の世界観だと思うんだけど、うん、それでは描けない世界っていうのは絶対この世にあるはずだ、うん、俺たちはそれを描こうと言って、うん、劇画を始めた、まあ、劇画その後、売れ始めた途端にその理念がどっか消えちゃってただの、絵のスタイルになってしまったと俺は思ってるんだけど、でもとりあえずスタートは手塚じゃないもの、うん、それってさすごいよね、一つのジャンルがさ、誰か個人じゃないものを描こうとして一つのジャンルができていくってさ、うん、アンチとして別のジャンルができるぐらいに強いもんだったんですよ、うん、またおまけに手塚自身があれですよね、うん、後半になってくるとじゃあ俺もそれを描いてみよう、アンチ俺っていうのでそれを取り入れざるを得なかったっていう話がすごいね。歌手本にわざわざ歌手本用のさ、うん、漫画描いて載せたりするんだ、うん、でこのワンダースリーにもさ、ちょっとずつその劇画のニュアンスをね、うん、取り入れてって俺たちはえっていう感じがちょっとあったんだけどね。どの辺になります、両知ってるからね。そうそう、劇画のニュアンスって、劇画のニュアンスってね、さっき あのさっきの車の話もそうだし、あの線をと、あの劇画ってね、線をたくさん入れるんだよ、はいはい、線をたくさん描いてリアリティを出すっていうのが、はい、とりあえずこの頃の劇画だったんで、はいはい、それをすごく入れてた、はい、あとね構図もね、うん、手塚治虫的漫画らしい漫画、うん、漫画した漫画を離れよう離れようとしてたね、うん、これがね俺たちには違和感があって、やんなくてそんなことしなくてもいいのにと思って、うん、なんかねもう歯がみしてたんだよ、うん、例えば一巻の135ページに、はいはい、崖のシーンがあるんですよ。ああ、ね、これは手塚っぽくないですね、うん、黒く塗ってあのすごく黒っぽく崖を、うん、あの描いてますよね。これこういう描き方は月刊誌時代にはしません、うん、あのもっと白っぽく抜いて分かりやすく描きますね、うん、であの ここのとこもそうですね、この崖も非常に黒っぽく、うん、あの線をたくさん入れる描き方してるんですよね、うん、でこういうのが大体あの一例を挙げればそういうことですね、はい、でこういうのはあのドロロなんかでも例えば、うん、あのドロロは明らかに鬼太郎を意識してるから、うんね、線描を使ってるんですよ、うん、もろですよね、うん、1巻の225ページの上の段、もう僕このシーンすごい好きなんですけども、うん、よしこいつ運んでこいって汎用子爆弾をロボットが運んでるシーンですね、うん、これはなんかねすごい宮崎駿がこれの正当な継承者なんですけども、うん、1画面で全ての要素があって、うん、登場人物がいて説明してると、うん、これなかなか描けないん
ですよ、うん、でこの下のこんな山の中にあの渦まってるのが地球人だと、このロボットの肘が軽く見えて、でカムが飛んでいるのが後ろからのパースで、向こうの方に山の稜線が見える、これもなんかこの3つの素材をまとめればこのシーンの意味全て通じちゃうんですけど、こういう一目瞭然の絵を描く人ってやっぱあんまり劇画には向いてない。このシーンのさ、 雲の掛け合わせなんか劇画の手法を取り入れてるよね。あの結局そういう細かい手法は劇画真似してんだけど、全体として意味なのよ、風景じゃないのよ。でこの当時の劇画が始めたことっていうのは風景だけを描くってことを始めてるわけで、水木さんとかあの柘植さんとか、水木さんの背景なんかそれだけですもんね。そうそう、ほとんど意味のない風景っていうもので一つそのあの場面を作っちゃうんだよね。ところが手塚さんにそれはできなかったんだよね。まあ後になるとだんだんあの使うようになるけどね。知り上がりさん、これ手塚がその絵についてのそのうまさとか巧みさみたいなのも語るとしたらどの辺で語れますか。今皆さんおっしゃってたようなことですよね。本当に何ですか、その劇画に行く前に、まあ、最初このお芝居みたいな画面でしたよね、それが残って舞台演出するような感じ、一つの絵でここステージみたいなね、そうそう、それとかもうちょっと進んじゃうともう、このくらいまで行っちゃうとね、何巻ですか、2巻の281ページですね、はい、ここまで行っちゃうと1ページでもみんな言っちゃってますよね説明だよ、これができ、あともうこういうデザイン的ですらありますよね、ここまでやっぱすごいなと思いますよね。あの舞台から始まって、なんていうんですか、その映画みたいなとこまで行ききらないでこういう絵の部分でちゃんと勝負してるっていうか、構成で勝負してるっていうあたりが、これ映画にもできないし、漫画でしかできないじゃないですか、でこれをねすごくスタイリッシュにやり遂げたのは火の鳥なんですよね。あものすごくね面白い構図作りますよね。これ映画にはしにくいですか。映画しにくいですね。しにくいですか。だけどあとあの映画的な構図もいっぱいあるんですね構図っていうか、どっか見たようなとこから撮ってるみたいな、あの一巻のですね、一巻のですね、ちょうどあのフェニックスがですね潜入しましてですね、みんなが集まってくるんですけど、これなんかあの、まあ、その頃大脱走があったかどうか分かんないんですけど、ヨーロッパから必ずレジスタンスが出てくる時にですね、草むらからこのハンチングをかぶってですね必ず出てくるんですね、キャプテンから始まってフランス人かなんかね、そうそうそう、必ずフランス人でハンチングね、なんかこういい方としてですね、草むらからハンチング、必ず分かりやすいな、それとですね199ページなんですけど、これなんかですね、なぜか突然黒沢の姿三四郎が登場してるんですね、ババ先生池に放り込まれてる、池に放り込まれるやつね。だからなんかね、手塚さん困るとやっぱちょっと映画に戻り、それでその独自なカットも作ると、であとねストーリー展開がやっぱりワンダースリーが面白いのはですね、少年の頃読むとね、このはしょりの面白さなんですね。ああ省略も、ね、ものすごく省略してますよね、で後から読むと矛盾だらけですでそれがですね最後になるとですね、このまたオチがうまいんですよ。結局時間が10年遡るっていうですね、時間操作の話なんですね。そうそうそう、最後はね、でこうめちゃくちゃなはしょりで、なんか時間経過もひどいんですよこれ本当にこうバーンとなんか追いかけられて、相手のあの車から機関銃みたいなのが出てきて、当たるまでに逃げたりとかですね、そんな秘密兵器ねえだろってね、だけどそう結局時間の話であるっていうね、そのねやっぱ手塚っていつもオチが必ずつけようとするね、そのオチの面白さありますよね、やっぱね本当この構成はちょっとあのすごいと思うんですよね、あのこんだけの話を単行本2巻まとめてるんでしょう、これ上下2巻っていうのすごいですよね、わずかこれだけですね、今ならこれ30冊ぐらいになりますよ、なりますね、あのかなり連載時から変えてあの収録してって、特にあの秋田版ってかなり変わってて、すごい端折ってます。ああなるほどね、だけど本当に感心するのはこの、 あの2巻のこれ290ページですけど、あのロケットは光の30倍の速さで飛ぶから、タイムマシンのようにちょうど地球時間で10時間昔の、この一コマだけなんだ、その説明はねこの一コマだけですよ、もうね手塚さん的にはもう俺の読者は SF ファンだからこれで OK って思ってるんですよね、信頼関係で成り立って、並走忘れたって話で確かに OK なんですよねこれからこういう漫画って出てきづらいですよね、その連載して人気があるなしでね、話がこう変わってない、本当数十冊でしょ、本当にこれ今の速度で展開していくならばね、あともう一つあの言い忘れたんですけど、これあの、1巻の79ページあたりで分かるんですけど、
あのこれあの日本の田舎の農村なんですね、はい、でもどう考えてもそうは見えないわけ、うんうん、ちょうどね、うん、アメリカですね、ものすごい、うん、無国籍性がすごく強いんですよ、うん、でこの時期まだそのあの月刊誌時代の無国籍性っていうのすごく残ってて、うん、それがそのあの劇画ってもっとそのどこであるかとかね、うん、あの劇画にもよりますけどね、うん、あの例えば典型的なのはゴルゴ13もうちょっと後ですけど、うん、70年、うん、あれは、あのどの国のどことかってはっきり出すようになる、うん、でその前のね、うん、段階なんですよね、うん、見ちゃいますよ、いろいろ思い出すものがあります、こうやって見てるとね、黙っちゃいけないんだけど、結構すごい端折ってまして、この秋田版がですね、うん、この何巻目ですか、2巻目のですね、はい、87ページなんですけど、うん、主人公の星新一がそのフェニックスに来てですね、うん、この M はまだ自己紹介してないのに、うん、M お願いがありますって言ってそれでどうしてしてるのかと思うと、で手塚治虫全集の方でですね、はい、書き換えてるようなんですよね、あそっち違うんだ、うん、でここではちゃんと自己紹介がありまして、うんうん、でこれは書き換えてるんですかね、連載中は紹介があったんだよね、うん、連載中はあったんでしょうね、連載中はもっと前に、あのそのフェニックスの組織の話がありましたから、そこで紹介されてるんです、なるほどね、うん、いや手塚さんはとにかくね書き直す人なの、すごいですよね、あのね今回3作何を取り上げようかってみんなでいろいろ考えて、まあとは、他のでやるから、はい、じゃあジャングル大帝って言ったんだけど、ジャングル大帝はねもう原作っていうかその元の形が残ってないんだよね、もう何度も何度も版を変えるたびにね、どん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 書き直したって、もう最初に書かれてもって今残ってるものとは全然別物なんだよ ね、 全然だから昔の作品として取り上げて意味がないんで、うん、それで取り上げなかったんだよ、あの今回なんでこの3作かっていうメールがうちにも随分来たんだけど、いろいろわけがあるんだよなだからどのジャングル大帝って話になっちゃうんですよね、そうそうそう、これなんでこんなに書き換えるんだろうね、まあやっぱり不思議だよね、あの本当本当にその今でありたいっていうの、うん、さっきセンターだよね、うん、今のセンターでありたいっていう、中心にいたい、現役最前線で、そうだから本当にね、その昔の歌手の名前山口百恵に変えたりね、そんなとこまで直すんだよね、うん、その力ってすごいよね、だってさ新宝島、さっき昨日もあったけど、うん、新宝島ってさ後に書き換えてるじゃないあれ漫画誌に手塚治虫が初登場したエポックメイキングがさ、うん、後に手塚フォロワーズをドーッと作って日本の漫画を変えた名作を書き換えて全然違うものにしちゃったんだから、古事記書き換えてるもんでしょ、そうだいわゆるだから手塚さんがやっぱ一番嫌だったのは、あ昔見たらこの作品っていうのはすごかったのって言われるのがすごい嫌だったんだと思うんですよ、うん、今見てもすごいっていうんじゃなくて、うん、今の作品であるためにはもう自分でもバン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 書き換えちゃうのがありの人だったんでしょうね、うん、ただ俺たちの世代から見るとそれはありだったのかなって気がするんだよね、だから僕らから見るとさ、頼むから昔の線で読ませてって思うんだけど、あのアトムのね、あの ある会社の番なんかだと、うん、みんなさ前に前書きみたいな間がついてた、うん、あそうそうそう、あのあとも今昔物語とかああいうやつです、ね、あれはあれでいいけど、サンコミックの、はい、あのねその元のまんまが呼びたいっていうのはね、うん、やっぱりね、ところがそれに従っちゃうと自分は古くなるっていうふうに自分で言ってるんだよね、うんうん、だからそれをすごく恐れた、だからあの昨日も出たけど、ブッダの最後に僕の作品は僕が死んだ後、作品じゃないや、ブッダ自身が死んだ時に僕の私の教えは私が死んだ後どうなるんでしょうって、うん、それ全然悟ってないだろうみたいな言うんだけど、あれはまさに手塚さん自身なんだね、本当はね、煩悩の塊だよねそれ、手塚も死ぬまで悟りなかったね、だ手塚さんはもしもあの煩悩というか強烈な作家性ですよね、作家性だよ、うん、で自分が死んだら3年は儲伏せって言ってた、うん、そんなブッダはないだろうっていうでもねそれはね、作品というのは誰のものかっていうことに最終的に帰するすごい今日的な問題なんですよ、例えば今あのスピルバーグの ET がデジタル版で公開しようとしてるじゃないですか、あれ何かっていうと、あのショットガンとかをデジタルでスピルバーグ消してるんですね、でなんでかって、あの頃はいいと思ってたんだけど、今の俺としては子供に銃を向けるような作品は作りたくないと、だから消すっていう、でも作家主義からしたらこれは OK なんですよ、スピルバーグだからやってもいいよとか作家なんだからやってもいいよ、でもファンとしたら、でも俺たちが見た感動したやつは銃持ってたから消さないでくれっていうふうに言いたい、じゃあ作品というのは誰のものか、作家のものなのか大衆のものなのかっていうのはすごい今日的な問題なんですけども、それ手塚さんっていうのは昔から書き直すことによって常にこう議論を呼んでるわけですよね、
やっぱり中心にいたかったんだよね。そう、だから結局手塚さんがいたからね、さっきも斉藤孝が出てきたんだし、アンチとしてね、アンチが、うん、だ要するに宮崎駿がいるから押井守がいるってこと、うんうん、同じ構造なんだよ。そうきますか。他の漫画家にとっちゃきついですよね。本当僕なんか隅一個行くしかやらないから。どんどん絶対来ないよ。呼び出されなかったでしょ。呼び出されない。じゃあこの漫画俺には描けると思われたんですか。今だったら呼び出されますよ。知り上がりくん。でも本当センターにいるセンタリングって言うんですか、それあのよくミッキーマウスアプローチとかって言いますよね。あのミッキーマウスは徐々に変わる、変わってくって、だから本家のミッキーマウスよりよっぽどすごいですよね、手塚さんの。さすが元広告マンの。いや50年代から60年代前半って本当に手塚の時代だったじゃない、うん、全て漫画界は全て手塚さんが作ってたし、うん、手塚さんを中心にして回ってて、うん、このワンダースリーのちょっと前あたりから陰りが出てきててね、はいはいはい、だからね、ワンダースリーとか見てるとその手塚さんのあがきが見えるよね。そうなんだよ、僕らは見えるんだよ、それが、うん、置いていかれたくないっていうね。なるほど。俺の世代にしてみれば手塚治虫の黄金期っていうのはドロロからワンダースリーとか、うん、この辺にかけてがやっぱ黄金期に見えちゃう。それはそれで分かるんだよ、うん、作品としてすごいもん、うん、やっぱり今読んだって面白いんだから、うん、それは間違いない。だけどそれ以前からずっと読んでると、うん、本当に際どいなっていう。だってこの次の年には巨人の星始まるんだよ。いや、そう、それなんですよ、うん、だから手塚的なるものとその劇画的なるものの総告っていうのが始まっちゃってるわけですよ。それに一番気がついてたのが手塚さんだった、うん、本人が一番ナーバスになったと思う、ね、これに食いつかれると思ってたはずなんですよ。すごく恐ろしかったと思うよ、うんうん、後ろから劇画がもうひた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 して振り返るとここにいるんだよ。梶原一騎が来んだよ。これは怖いですよ。いろんな意味で怖いな。紙の砦って書いたのはこの後ですから。それは後です。だからやっぱりそこで一回自伝出したんでしょうね。だからそうじゃないと自分がもう分からないエリアに来て島つけられなくなった。すごい好きなんですけど、この前と後ろでだいぶ違うと思うんですけど、手塚自体がそのコムで火の鳥を連載したり、ええ、その紙の砦をおそらく唯一自分自身を書いて、他の作家がこんなことあんまりしなくていいな、ここまで長く現役でみんないないからじゃないですか。普通いないと普通消えるかね。なんかあるわけですよ。だって学生時代にスタートしてさ、10代だよ下手して。死ぬまで最前列、まあ最前列じゃないにしても最前列グループにいたわけだからね。少なくとも少年誌じゃなくてもコンビニで売ってる雑誌で書こうとしてたわけですよ、うん、その意味ではその日本漫画界で巨匠と言われてる人そんな人いないですよね、うん、この人以外では。上がりがなかった人ですよ。自分にそれを良しとしなかったわけですよ。なんか原稿料いつも一番の人よりも一つ下のランクでもらってたってのは本当なんですか。まあそういう伝説があるけどね。僕も直接資料は分かりませんけど、ある資料によると、あの千葉哲也さんが最高額だった時期には B ランクだった、そうですね、でもそれはよく言われますね、編集者の間。だけどそれ怖いですよね、あえてそこにいるって。怖いよ、プレッシャーですよ、うん、だからあんまりほら賞を上げる側に回らなかったでしょ、回りたくないんだって、うん、自分がもらいたい。そんなもん俺によこすのか。作家としてすごいっていうよりも人としてすごいですよね。それはやっぱ普通じゃないでしょうね、うん、あの僕なんかも本当に直接お会いしたのって本当に全部合わせても10分あるかないかなんだけど、うん、そんなもんなんだ、うん、でもあの人がどんな人にもその同じように接して、うん、同じようにサインして、はい、周りで編集者がこうやきもきしてる中でもう徹底的にファンだって言われるとサービスするっていうの、うん、あれを見てるとね、やっぱりそうしなきゃいけないと思うわけ。編集者はそんな暇あったら書いてくれって。編集者はもう恨み骨髄なんだけど、うん、一度だけ本人お会いしたことあるんですよ。会ってんじゃん。仙台のデパートでエレベーターのドアが開いたらいて、いたでびっくりしたんですけど、僕その時ロックグループのキスの格好してた。何やってたんですか。コスプレしてたわけ。万件の企画でそんなで、でもちゃんと握手してくれた。キスに挨拶してくれたのか。知り上がりですったわけ。単なるファンです。さっきも石川さん最初におっしゃったけど、何でも書くわけでしょ、ジャンル的に、ね、うん、幅広いよね。何でもありでしょ、うんうん、もうスタートした時から何でも書いてたもんね、うん、あれすごいよな。あのね、昔の日本の漫画ってね、家庭漫画か、まあ、高等向けの話か、はい、どっちかにしか耐えてなかったんだよ、うんうん、手塚さんはこっちとこっちの間をこっからここまで全部描いてるからね、埋めたのね間を。こんなにね何でも描ける人はいないよ。だってリボンの騎士なんてのは本当に当時の月刊段階の少女雑誌ですよね、うん、まだ漫画誌じゃない段階のあれですしね、まあ、でも当時はあの男の漫画家は少女誌みんな描いてたんですね、まあ、みんな描いてましたけどもね、うんうん、で SF やるわ、
青年誌やるわ。書けなかったのは結局スポコンですよ。それはあまりにも体質が違ってやっぱダメでしょ。だから梶原一騎が出てきたわけで、つまり逆に言えば手塚さんができないものを探して出てくるわけよ。戦後の日本人のリアリティって考えた時ね、手塚的漫画で作られたものってものすごく大きくて、それのカウンターして劇的感的なるものが出てきて、それとは別に俺の理解だと少女漫画的なるものってのもあるんだけど、この3つの柱ですよ ね、 そ、 うですね。それの総括と複合で80年ぐらいまでやってくるんですよ。60年代後半から70年代にかけて劇画の時代が来て、手塚さんも対応しきれずにずっとあがいてあがいて、で断末魔を迎えたかと思うと逆転ホームランがあるというね。まさに火の鳥です。まさに火の鳥ですよ、ね、本人手塚さんも本人としても本当にドラマチックな人生だよね。だと思うよ、人の3倍は生きてるね。では明日の予告をお願いいたします。はい、明日はこちらですね、ブラックジャックです。復活した手塚ですね。はい、はい、ゲストは漫画家の江口久志さん、作家の夢枕漠さんです。漠さん、はい、江口さん漫画家でございます。はい、というわけで今日は ありがとうございました。ありがとうございました。